仙台女子商業高等学校は、宮城県仙台市青葉区国見が丘7丁目にあった、私立高等学校である、女子校であった。仙女賞や女子賞などと呼ばれていた。旧、山来人高地はさらちにされて、ほとんどが国見スポーツ広場として、一部が仙台市営区に見え自転車等駐車場として、共用されている。すでにバス停は廃止されたが、 名残として対比線が道路両側にある。また、旧国見川河口は仙台市立仙台整両中等教育学校として使用されている。2005年7月仙台市教育委員会は仙台市立高等学校のあるべき姿についてとして市立高等学校教育検討委員会の答申を出した。答申によるとこれまでの企業への即戦力となる。 人材育成を前提とした教育のあり方から、進学者が9割という現状に合わせて、それに対応できる教育のあり方を求めている。その方向性で、これまで男子だけの募集だったことに対して、女子賞との統合による教学化を提言している。このことは、教学反対を記者会見で表明した梅原仙台市長も同意しており、 その矛盾点については、とは違いそれぞれの事情があると述べている。2006年5月、市教委は仙台市立高校再編計画を策定した。これによると2009年までに女子賞と統合する。校舎は仙省を利用し、女子省校舎は新設される中高一貫校に利用される。2007年6月、統合後のあり方を検討する仙台市の 統合懇談会は女子賞との統合後の公明をめぐって結論がまとまらず対応を仙台市教育委員会に依頼する。新公明を仙台商業高等学校とすることに女子賞側から反対意見が出たため懇談会では答申を出さないことになった。懇談会は仙台商業を用いた新公明で交渉効果も新たに制定する方針で、 集会した。市教育委員会はその方針に基づいて、新公明を決定するため、公明は解消されることが必死な情勢となった。結果的には、仙台商業高等学校になったが、前に仙台私立をつけることが条件で了承された。ありがとうございます。